菅さん901の時はどの部署でどういう立場でこのプロジェクトが変わったんでしょうか。あ、すみません、まずお名前。菅博康と申します。清水さんにはその説大変申し訳ないです。当時ですね、ちょうど写真宣言というところがあって、宮田さんの社で、宮田さん、そうですね、宮田さんとか、まあ、商品でいうと伊藤さん関係とか、そういうところで、まあ、主に走行系の、部品を設計しているところに、運動性能ですね、写真ですね。で、まあ、あの時、たまたまね、当時セブンスカイラインっていうのがあって、その時の評判っていうのはなかなか皆さんの期待に添えないという部分もあって、まあその開発系の種、まあネタといいましょうかね、そういうものとか、そのやり方、開発の仕方、人、そういったものを全部まとめて、なんかなんとかせにゃいかんねということでスタートしたのが実は901。なんかじゃあ新しいプラットフォーム作ったっていうハード面よりもむしろ開発の手法を変えた方が大きかった。一番大きかったのは手法ですよね。例えばお世話になった評価の方法とか、それからその外で例えばニュールを使ってみようとか、あの時日本のメーカーでニュールを自動車メーカーとしてやるっていうのはまだ、まあ、スカイラインが早かったですね。一番早かったです。そういう意味のその手法の方が新しいものを取り入れていく、それから新しいネタをもう一つはどうやってちゃんとお客さんに売っていくんだっていうようなことまでトータルで考えてやったっていうのが一番大きな違いだということだと思います。で901から菅さん3234ぐらいまでやったんですか。33ぐらい、ね、まではずっとやって、まあ、P901 って実は今日はスカイラインですけど、スカイラインだけじゃなくて一番最初に出たのはシルビアとか、マルチリンクをビアさせて使ったもの、それからフロントのマルチリンクを使ったものっていうのがほとんど新しいユニットとしての写真系のもの、それからエンジンも新しいのかな。あとプリメーラの FF のフロントマルチリンク、世界初でしたね。ああいったものがね、まあ、種って言いますかね、材料として揃ってたのが当時の写真製ということですね。最後にこの901にかけるなんか思い、まあ、若い世代のメッセージ。そうですね、一番大きかったファクターっていうのはやっぱり人だったと思うんです。でやっぱり人が目標を決めて自分たちのビジョンをどうやって実現するかっていう、そこにやっぱり一番のポイントがあったんじゃないかと今にしてもらえば、やっぱりやりたいことをきちっと思ってそれを実行するためにどういうことをやっていかなきゃいけないって考えるか、ここが非常に重要だったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。菅さんでした。こんにちは、吉川正俊です。901をやっていた時はですね、写真設計部でサスペンションの先行開発をやっていました。当時はですね、リアのマルチリンクサスペンションが出来上がって、フロントのマルチリンクサスペンションを開発しようということで、まあ、私のチームに優秀な宇野君と優秀な村上君という、まあ、エンジニアがいて、私と3人で、まあ、来る日も来る日も、まあ、なんというかなかなか話がまとまらずにですね、延々と無駄な日が続くという日が、苦しい毎日でした。まあ、最終的にはフロントマルチリンクサスペンションが、R32 とそれからプリメーラ、P10 ですね、初代プリメーラとそれから Z32 に採用されることになりまして、まあ、そこまでの苦節、いろんなドラマがあってですね、もう本当死んでしまいたいぐらい大変だったんですけれども、まあ、一番辛かったのは何ですか。一番辛かった清水和夫の厳しい評価とかって、それも大変でした。そこももちろん車が出来上がってからのもっとキャンバーつけようとか、もうとにかく一体これはゴールにたどり着かないんではないかということもありましたが、本当はその前もありまして、そのフロントマルチリンクサスペンションはやはり最初にこうまだ確認ができてないところもあって、みんなから信用されなくてですね、まあ、いろんなデザインレビューをやるたんびにもう却下されて、一時はその R32 の、プロジェクトは我々の提案は却下されて別なサスペンションで開発がスタートしたと。まあ、そういうマルチリンクじゃなくて、マルチリンクじゃなくてストラットとか、ローアッパー
ダブルイシボーン。ダブルイシボーンの、まあ、スパンの短いサスペンションで最初に。それがプラン B としてあったの。プラン B があったんです。まあ、それはあのここにはいないですけど、某アイ。あ、飯島さん同じプラン B の。プラン B のなんちゃってウィッシュボーンだったの。そうそう、なんたそれはですね、まあ非常にあの、まあ、いろんな話せば長くなるんで、これはもうあの本当に彼はすごい優秀なエンジニアなので、言われたら3週間ぐらいであのそれを書き上げて、僕らの延々と2年ぐらいやってるやつを軽く打破、あの凌駕してあの採用されてしまったんですね。3週間ぐらいで採用されちゃったの。そうで、それがそれで開発スタートしたんです。最初は最初は、あでそれをあの覆すべきであるというのでね、まあ、最終的には石間君もあのそれを加勢してなんとかその、 あのフロントマルチリックサスペンションができる、まあ、その苦労した人が何人かいると思いますが、まあ、とにかくもうドラマは好きなんです。で、まあ、私はその後あのブリヂストンで、もともと入った時は実験部、それから設計、それから技術サービスというところで、西澤さんとの付き合いが始まりまして、かれこれもう20年近く、まあ、お付き合いさせていただいているという形で、本当に、西澤さんとのつながりっていう意味では私は一番深く亀岡さんの中でお付き合いさせていただいたんですが、特にこの車 GTR、 それから Z とかそういった本当にスポーティーな車に関して言うと、もうニュルに連れて行っていただいて、アウトバーンで原的に行かせてもらったり、まあ本当に西澤さんが20人ぐらいの中に1人だけ私が入れていただいて原的テストに参加してるなんてこともしょっちゅうあったりすることで、まあ本当にありがたい。まあ、そういう意味でサプライヤーさんとタイヤメーカーと自動車メーカーが本当に一つのなんか釜の飯を食いながら開発したっていうのは当時としてはもう珍しいですね。まあ、今も珍しいと思うんですけど、まさにTPG っていう栃木のテストコースの中にもう中に入れていただいて、開発者をそのまま貸していただくみたいなのが始まった最初の時だったので、実は私自分じゃないけど免許をいただいた1号なんですね、タイヤメーカーとして。それで最初訓練を1週間させていただいて、で当時岩村さんだかな、講師がに教えていただいて、で免許をいただいて中をずっと走らせていただいた、今でもよく覚えてますけども、最初サニー GTR は初めて50タイヤが採用されて、225-50-16 だったと思うんだけど、ポテンザの RE71 かな、はい、当時川端さんという人が開発エンジニアで、で初めて50タイヤでブリヂストンも一生懸命 GTR に合う、最後ニュルでね、はい、どのスペックがいいかっていうなんか決めるのがあって、色がついてたんですね、赤とか青とかね、ビードマークって我々呼んでますけども、ゴムの色を、ね、変えて、うん、種類を変えてますけども、はい、まあ、ですから高性能タイヤのなんかこう走りでしたね。そうですね、まあ本当に最初まさに日産さんの GTR とかポルシェ、うん、そういった車でブリヂストンのタイヤを鍛えていただいた、うん、まさにニュルで鍛えて、アウトバーンで鍛えていただいたっていうのが、まあ、今につながってるのかなっていうふうに思いますよね。はい、ありがとうございます。